お、みなさんこんにちは。こんにちは。はい、先生来ないね。はい、皆さんおはようございます。はい、おはようございます。皆さん今日はお土産がありますよ。お餅です、お餅。お餅ですか、ね、はい。日本にはすごく面白いことわざがあります。はい。絵に描いた餅という言葉があります。絵に描いた餅、絵に描いた餅。どういう意味ですか？うん、これは見た目はすごく素晴らしい立派だけど実際は何も使えない役に立たないっていう意味です。そうですか。はい先生、うん、つまり絵に描いた餅は本物そっくりでどんなうまそうでも食べれないから実物でなければ値打ちがないという意味ですか？素晴らしいですね。うわー、餅の場合はbánh vẽ trên tranh đúng không? À, cái này cũng giống giống kiểu Việt Nam như kiểu là ăn bánh vẽ đúng không nhỉ? Ăn bánh vẽ như kiểu là người ta hứa xuông với mình sau đó thì mình bị lừa đúng không? Đấy, kiểu kiểu đấy. Thật tươi và con nạc làm gì cả nà? Nè, うちの社長が今年の忘年会は東京でやるって言ってたよ。わー、羨ましいな。でもまた絵に描いた餅でまたお金がないからって流れちゃうかもしれない。残念。あ、はい、社長、このプランはいかがでしょうか。このプランは素晴らしいですが、現実的に考えてやるのは無理でしょう。企画はいいんですが、所詮絵に描いた餅ですね。はい、かしこまりました。はい、はい、分かりました。じゃあみんなでお餅食べましょう。はい、おいしそう。美味しそう。これ、はい、いただきます。いただきます。はい、あ、つける OK。 はい、美味しそう。みんな、JLPT も終わったし、はい、今週末休みだし、みんなで旅行行きましょう。イエーイ。なかなか来ないんですね。どうしたんだろう。電話してみる。あ、やっぱ。あ、待って、電話かかってきた。あ、はい、もしもし。あ、もしもし。あ、待ってる。どうしましたか？あ、今日ね、ちょっと忙しくて行けない。ごめんね。え、来ないですか？何？あ、またね。来ない。あ、来ないって。また絵に描いた餅だね。